こんにちは、ネコニラでございます。この画面、これは一体何かというと、フットボールマネージャーというゲームがあります。 Steam にあるんですけど、セガが作ってる、サッカーのチームをこう運営していくゲームです。で、まあ、今一番セガがですね、力を入れているゲームといっても多分過言ではないと思うんですよね。もう世界中でプレイされているし、ビッグクラブがスカウティングにこのゲームを使ってるなんていう話もあるぐらい、もう全部の選手がいる。本当に全部の選手で、僕は16カ国の国とリーグを入れたので、まあ6万人ぐらいですかね、6万弱ぐらいかなの人数、6万人ぐらいいるこの世界でこのフットボールマネージャーをやっていくっていう形になります。6万人ですよ。自分のチームに加えられる人間が6万人いるんですよ。やば。で、まあ FC 東京、これね、作りました。もう設定は済ましたんですけど、マインツを FC 東京に変えてですね、やってます。こうやってで、まあプロフィールなんかもこう見ていくとですね、これ間違ってますね、年齢。あ、2016年現在の年齢だからいいのか。あのね、ネコニラフンフンっていう名前にしたらまさかのフンフンって呼ばれてしまうっていうね、とんでもないことになってしまいました。チームを、まあ、FC 東京にしたかったんですよ。で、日本語パッチをまず入れて、日本人選手も J リーグパックみたいなのを入れたんですけど、あのね、いないんです、日本人が全然。なので今これです。このマインツーがベースになってるのかな、多少は。これ自動で組んだんですけど、あと欲しかった選手、このマックス・マイヤーとかですね、あとはバイグルとか、マックス・マイヤーとかバイグルとかレロイ・サネとかね、この辺を僕入れました。あとは武藤ね、武藤、あと長友、この辺入れました。はい、まあ、先日なんかを見ると、まあ武藤、ヨッチね、ヨッチ、まあ、知らない選手もいっぱいいるんですけど、まあ、マイヤーがトップしたって感じですね。で、3バック、352システムですね。3-4-1-2。で、まあ、サネ、はい。まあ、こんな感じかな。はい。アウェー戦、親善試合があります。試合。私たちはですね、ここですね、ここ試合プレビュー、まあこれでいいんじゃないですか、とりあえずはね、これでいいと思う。長友は後半から出そう。メンバー決定。はい、ウォーミングアップ中。これ試合画面がすごいですから、皆さん本当に。おお、FC 東京は好チームであり、今日は、なんていうの、ファースト、なんていうの、わからん、挑戦を受け流す力が十分にある。はい。いいよ、頑張れ。マイヤー。ヨッチどこにいる、ヨッチ。いいよ、いい展開。うわー、惜しい。いや、いい展開、いい展開。マイヤー、マイヤー、おこういう感じね。何、フリーキック、おお。マイヤー、まあ、マイヤー、バイグルがいますからね、間違いないでしょう。武藤、おわっ素晴らしい素晴らしいですね。いいんじゃない、いいんじゃない、惜しい。ちょっと長友入れようか、長友、まだいいか、まだ早いか。あ、でも相手変わってきたな、変えようか、長友入れよう。 OK、
いいんじゃない？よっち、すごいね、よっちがすごいじゃん。はい、勝ちました。一応勝ちましたね。まあ、こんな感じで試合が行われると、日本人でフットボールマネージャーの実況をしている人が一人しかいないんですよ、 YouTube 上で。なので僕もね、ちょこちょこ上げていけたらなと思ってます。アドバイスください。さよなら。